はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、前回に引き続きアクションカメラの方の検証をしていきたいと思います。まずは左側ですね、 GoPro Hero 7 ブラック、右側ですね、クロストアさんの CT8500 番、いずれもテレブレ補正ありのモードで撮影しています。GoPro 7の方ですね、手ブレ補正はですね、いろんな YouTuber さんの方のね、検証でもある通り、もう説明不要ということでさせていただきます。 CT8500 番の方はですね、手ブレ補正の方の、方はあまり効き目が、薄いということもありますけども、価格差をですね考えればですね、検討の余地があるかなっていう感じがいたします。皆さんはどう感じたでしょうか。またコメント欄の方でもよろしくお願いいたします。今回はこの辺で失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。